フルスロットルデー3日目は鶴見の熊野神社例大祭のおみきしょ回りからスタートです。熊野神社には3年ぶりに屋台が並び、9カ所のおみきしょではお札を首にかけてもらったり、それぞれ誇りとするおみこしの由来の説明を興味深く聞かせていただきました。今年は規模を縮小しての開催ですが、来年こそは本格的に復活できることを強く願います。熊野神社の後は鶴見駅にて自民党鶴見区議員団での参議院選挙に向けた街頭活動を行いました。みんなでチラシを配り、代わる代わるマイクを持ち、必勝に向けて力を込めました。どうか皆様のご支援を賜りたいと存じます。昼は神奈川区羽沢南の集まりでお手製のカレーを振る舞っていただきました。食後に腹ごなしにと卓球をしました。いつ以来でしょうか。午後は挨拶回りをした後、夕方に東神奈川駅での街頭活動を行いました。議員団それぞれマイクを持ちながら、やはり力を込めました。たくさんの方にお声掛けいただき、大変ありがとうございました。おかげさまで充実した土曜日の活動となりました。明日以降もフルスロットルで活動していきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。